ショールーム、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 ショールーム。ちょっと、あ、いいよ。なんか曇ってない？多分曇ってる。曇ってる。ね、指紋やん絶対。あんま。ショールーム、ショールくれるの？もちろん。もちろん。これください。ん？どれ？あ、いい。あ、違う。ね、もう一個。これ。まだあるから。いいよ。つけてちゃう。ありがとう。こんばんは。こんばんは。慌ただしすぎる。でも思ったよりバタバタやったから仕方ない。こんばんは。うわ、顔でか。こっち顔でかく見えちゃう。で、前にいるから。うん。こうしたり。あ。こんばんは。確かに。ピン止めあるよ。いい？あさみみちゃん？うん、あるよ。ありがとう。大変。大変。こんばんは皆さん。あ、シナモンのがいい？反対になる。確かに。でも大丈夫。ありがとう。こんばんは。こんばんは。ありがとう。ギフトアイスクリーム。アイスクリーム。ありがとう。ツイッター制限は、あ、なくなってました。夕方ぐらいになったら私朝使えない。 API の制限になっちゃう。悲しい。悲しすぎる。こんばんは。こんばんは。あ、待って、お腹なんて。もうしようか。うん、お腹空いてる。あ、お腹空いてる。うん。みんな生誕祭の締め切りまで1時間56分うわ、生誕祭の締め切りだよみんな。1時間56分です。こんばんは。みんな頑張ってたくさん書いた長文のメールが届かなかった。すいません。あ、アイスギフトたくさんありがとうございます。わーい、アイスアイス。こんばんは。こんばんは。かわいい、ありがとう。ちょっと今日は目が腫れ腫れ。前髪もう崩れたので流しました。目が腫れ。申し込み完了ありがとう。そうだよみんな、20歳の生誕祭よろしくお願いします。誕生日当日8月9日。こんばんは。前髪出てきた。前髪出てきた。待って、ポーチ取ってください。いいよ。何がいる？リップ入ってる。ありがとう。こんばんは。今日はね、そう、今日はお母さんに会ったんですけど。そう、初めましてしてきました。私のお母さんに会ってきたんだけど、私が帰りに大号泣してだから今目がもう腫れて開いてないです。大号泣女だから。アイス、アイス。こんばんは。こんばんは。そう、メールでね、メールでさ、めっちゃさ、送りたかったこと送ったのに、また明日送ろう。送り直そう。やっほー。こんばんは。今日も一日お疲れ様だ。こんばんは。当落27か、ドキドキだ。今日は23。あと4日後。4日後か。4日後だ。水曜日か。うん、29が土曜日。月か水、木、木か。あ、そっか、木か。恋ラジだ。
じゃあみんなは、そよはさんのファンのみんなは声ラジオ聞いて、うん、当落ってこと。そっか、18時だもんね、うん、うわドキドキだ。みんな生誕祭待ってるよ。空星の方が当たりますように。もうマジで面々が強すぎてびっくりしちゃった。自分で見てえお祝いしちゃうよ。よろしくです。いっぱい語ってね。うん、 MC 一人でも全部、でも前半 MC も後半 MC も全部一人でかかるかもしれない。でもリコチはそうしてたから、さやかの時。あ、確かに、あのもうリコチがいっぱい喋りたいことありますみたいに言ってくれたから、あ、じゃあもうリコチさやかのこといっぱい語って大丈夫だよって言って、うん、そう語ってもらいました。いやでも語りたい人多いと思うので。いやいいよ、なんて空のことを語れる人ると思うので。いや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 、うん、あるかな。みんなあるよ。あ、目が腫れすぎてて、やばい。明日の恋ラジの写真絶対やばい。こうやってしないといけない、うん、こうやってしよう。誰誰こんばんは。今日はパセママさんに会ってきて、うん、初めましてしてきました。そう、声だけは、ね、電話で何度か会ったんですけど、うん、初めて生で見させていただきました。見させていただいたどうもお会いしました。お会いしました。うん、そう、妹さんにも一瞬だけどね、うん、会えましたね。私会えんと思っとったから、ね、びっくりして。私はびっくりした。え、おりやん、ね、ちょっと笑っとったよね。え、そう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 、どうもって挨拶しました。これペコってしてたよね。うん、してた。で、で、あの別れる時も結構空が出たらあ、はい、してました。そう、いや今日実家には行ってまして。行ってません。長崎帰ってないです。長崎帰ったらもう1日じゃ足りないから、移動だけで1日終わるから、長崎は帰れてないです。長崎ではなかったです。そう、ママさん可愛かった。え、喋ってた。うん、可愛かったよ、めっちゃ。なんで帰ったかは、なんで帰ったかっていうと、私がこの前帰った時にね、間違って持って帰ってこなくていいものを持って帰ってきちゃって、うんうん、それを渡すために会ったんですよ。で遊ぼうってなって、そう誘ってくれて遊んだって感じです。そうです、急遽ね、3日前ぐらいだよね、うん、決まったの。うん、したら新幹線の予約を日付を間違って取ってしまってキャンセル料をめちゃくちゃ払う羽目になりました。あ、ぱちゃんが取ってくれた新幹線、感謝。うん、そう、あ、ギフトたくさんありがとうございます。はい、そうです。あと名古屋やね。名古屋名古屋行く。名古屋でもお父さん、あ、名古屋じゃない、名古屋ではない、うん、愛知、愛知どこかは知らん。愛知行ってでもお会いできないかもしれない。うん、今日はね、ずっと炎天下の中、2万歩 ?2 万2000ぐらい歩いてた。歩いてるから、もうヘロヘロですね。うん、暑かった。マジで暑かった。じゃあもう、移動中爆睡。それな、爆睡ちゃんだったね。そら、ずっとシートベルトに顔面を。え、ちょっと私の、あ、ごめんなさい。見せるの？うん。え、あのね、まだマシなやつがあったから。見せる。見せれる。うん。あれ？え、どれ？マシではないよ。しかも写真バレるからダメだよ、見せたら。あ、そっか、うん、バレてる。ダメだ、見せれない、うん、おもろいよ、めっちゃおもろい、うん、
もう挟まってたよねそら、うん、めっちゃ面白い、うん、食べるよお土産。今日買ったものはせーの、だん酔い止めだけです。今日の購入品酔い止め以上です。です以上です。何も買ってないです。そうね、いろいろ見たんだけど、ね、お母さんいろいろ連れてってくれて、だから駐車場代だけめっちゃかかったっていう ね申し訳ない。本当に申し訳なかった。アイス、今日はお寿司食べた。お寿司食べた。ワッフル、クロッフル、クロッフル食べた。そう、クロッフルのカフェで撮った。じゃーん、見せていい？うん、じゃーん、こういう、あ、ソラのメールにも載せたし、うん、パシャのメールにも届いてるよね。あのワンちゃんのやつ、犬ね、ワンちゃんのこういう支えてるワンコのところで撮ったやつです。無料で撮れたよね。ね、一人一枚。そうそう、だからもう一枚はこちらピースバージョン。バーン、プリクラじゃないよね、うん、紙紙で撮りました、ね、すごいよね、不思議なやつ。それを撮る機会を支えていたのが、うん、メールで送ったあの犬です。ソラのメールで3段階3枚に分けて送った。こんばんは、こんばんは。そう、紙、うん、今日目が腫れてるんですよこっちが。ね、うん、だからあんまり目が開かないんですね。そう、力持ちの犬でも毎日、今も多分あの体勢で頑張ってるよね、うん、多分閉店してからも頑張ってるはず。うん、偉い。どうする、休んでたら。え、どうなっ今日疲れた。たり、うん、同じ言葉言ったりする、言ったりする。ねえ、やめて、シンクロやん、怖っ。汗汗やば、今のね、びっくりしちゃったね。シンクロ、わっ、いっぱい届くアイス、ありがとう。たくさん食べます。ありがとうございます。アイス、びっくりした。今日は楽しかったですね。楽しかった、いろんなところ行ったね、いっぱい思い出作ったね、いっぱいいっぱいいっぱいです。パセママさん運転してくれて ね、ありがたかった。いっぱい写真撮った、姉妹みたいだって。絶対お姉ちゃんと、確かに。でも前髪分けてるからそう見えるだけだよ。崩れちゃって前髪もう分けましたね。私は巻いたのにさ、朝配信でさ、もうウェーブしたんだよ。ただのボサボサになっちゃった。こんばんは。明日からはもう全国ツアーに向けて頑張ります。頑張ろう、頑張るんばです。兵庫、兵庫、兵庫県、うん、地元だね。頑張ろうね。2日だもんね、2日連続。そう、2日連続、ありがたいこと。頑張っちゃいます。頑張っちゃえ。地元、2日目は地元私しかいないから、コジネーとミナミさんがおらんから、うん、かなち、お姉ちゃん2人組がおらん。ピーホーベ、ありがとう、アイス。違う、午後にアイスが出たからだよ。分かってるよ分かってるよ。パちゃんに嫉妬
なんで？ん？表情が生き生きしててめちゃんこ可愛いらしい。わお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 わお。私がなんでこんなテンションかはさ、メールに書いたのにそのメールが届かなかった、間に合わなかった。みんなに明日送るから待ってて。私の話めっちゃね長時間書いとった。そうずっとさ移動中、うん、そうだから私はこうやってね、もう1時間ぐらいずっと書いとって、やっと送れたと思ったら送れなくて、ちょっとまた送り直します。まだかなってずっと見てた、ごめん。遅れたってなったけどね、無理だった、ね、届かんかった、時間が来てしまって。アイス、アイス、アイチュ、結婚してありがとう、二人ありがとう、さっき結婚して言うと。明日送る。あ、分かる。楽しみ、楽しみにする内容ではないけど送りますので読んでください。こんばんは。こんばんは。私は受け入れない、断っていく人生。え、それありがとうしか言ってないよ。でもあ、受け入れてはない、受け入れる、受け止めてる、受け止めてる。いつもは丁寧にお断りさせていただいてる、うん、ちゃんとこう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 っていう理由をつけてお断りさせていただいてるけど、今パセといるから、うん、ごめん、うん、だから珍しくハートなんてしちゃって。あら、普段はしませんが。アイスギフトたくさんありがとうございます。はい、ありがとう。お疲れ様です。みんなもお疲れ様だ。明日から新しい1週間の始まりだ。明日は声ラジですので、よかったらね、パちゃん17時5分から聞いてください。イエイ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 。ねえ、うん、かわいいね、それね、かわいいよね。なんかね、勝手に動くんだ。なんで？あ、こエフェクトがついてた、変な。あ、そうなの。え、ほら動くの。何これ、やだ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 。新しく作ったら、録画面なんだ、そのエフェクト。ね、変に動いちゃう。動くの、ほら動いた。無理だ、動いたね、無理だ無理だ。ありがとう、みんなで。お便り、ソルハさんのファンの皆さんもお便りのテーマ同じだ。そうだよ、中 2, 中2テーマは中2です。中2は1個しかねえ私。何、秘密。うん、まあでもみんな予想できる感じ。中21個しかないよ。中2の思い出といえば、楽しみにしてください。え、でも明日に更新されるか、みんな分。いや違うか、うん、曜日か、うん、木曜日に更新されるので見てください。私は明日更新されます、ブログ、声、ね、ラジブログ。ありがとう。アイス食べちゃう、うん、反抗期じゃないよ、反抗期じゃない。反抗期だったんですか。うん、入った時はね、うん、ママと過ごしてたから。ああ、そう、妹もいたし。で、もう勉強やってなさすぎてね、うん、ショールームばっかして、うん、めっちゃ怒られて、うん、お母さんにショールームもうやるなって言われたんよ、うん、あの勉強せんのんやったらって言われて、大号泣してショールームで、うん、勉強しないとショールームするなって言われたのでって泣いて、うん、でそっからはちゃんと勉強するようになったけど、えらい、うん、大変だよ、だってね。そう、私はショールームが好きなのにさ、勉強より圧倒的に当たり前だけど
ショールームダメ、勉強しないなって怒られて、本当にお勉強もして、でもバカだったけどね、偉すぎね、バカだったからね。こんばんは。こんばんは。パちゃんの運転じゃないです、パセママです。そう、パセママです。パセの車だけど、うんうん、パセの車だけど、お母さんが運転してくれました。どうしてそこまで仲良くなったのだって。誰からですか。どうですか。どうして仲良くなりましたか。支えてくれたからです。え、違うじゃん。あ、まあそうだけど違う。そうだね。なんか悩むことがあって、悩んだ時に、うん、お仕事で言ってないっすね。言ってるけど、うん、もうなんかその話、そのなんかそのさ、うん、蓋大きくない。あ、確かにね。だからそう、その時にいろいろ話して、うん、でお泊まりとかするようになって、うん、でお出かけもする頻度増えてって感じですね。ね、びっくりぽん。さっきも話したよね。そう、こんなに仲良くなると思わなかったっていう話をさっきもしてたんですけど、そしたらそれショールームで話してよって。そう、あと私も、うん、何回も言ったことあるけど、うん、なんかお決まりに、なんかゆうかちゃんとまいちゃんにすっごい追いかけられて、うん、なんかすっごい逃げてて、うん、あ、この子は私とキャラが全然違うから仲良くなれないじゃなくて、うん、なんかきっと合わないだろうって思ってたんですよ、うん、でもマイカーとピンマイカーになって、でなんか2期生ちゃんに入りたいとか言っとって、仲良くなるためにね、2期生ちゃんになりたいみたいな言っとって、でピンマイカーとマイカー公演の時とかね、結構一緒におって、だから、あ、意外と合うじゃんってなってね。うん、なんかで自分的に年上の方が好きっていうか、と仲良くなる率が高いのでっていうのもあるね、うん、年上だからっていうのもあると思う。でも最初は2人ってよりは美穂と3人とかでお出かけとかしてて、そう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 、でそう、お姉ちゃん、こうなんかアイドルとしては、ね、後輩ちゃんだけど、でも年齢的には上で、自分どっちかっていうとなんか後輩気質っていうか、なんか剣道時代に使われた後輩気質のそうが残ってるから、ね、なんか年上の人と一緒にいる方が楽っていうか、楽しいっていうか、話がしやすいからっていうのかな。わいも年上ですけどどうですか。お話したことないですよね、きっと。わかんないですね。そう、第一印象は、そう、第一印象は、うん、ゆうかちゃん推しの子やなって感じだった。あとメガネの子か、みんなに言われてると思う。みんなに言われる、うん、でもね、今じゃ全然ね、変わっていい意味で、うん、そう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 、やっぱユニットが一緒っていうのは大きいと思うね。今でもユニットが主やもんね、花垂れ公演もあるけど、うん、そんないっぱいレッスンあるわけとか、公演がね、月に1回あってもそれ出れるか出れないか分かんないから、うん、マイカー公演はね、大体ありがたいことに出させていただいているので、うん、そう、うん、でかいね。そうですね、そうです。そう、小学校かぶらない、かぶらないのか、6歳差なのでかぶらない、ギリギリかぶらないのか。そう、だから私は最初はね、うん、すっごいパシ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 言ってくるから、うん、なんだって思う。そう、だからお決まりがなんか言っとったから、どんな子なんだろうと思って、そうって気になって言った。めっちゃパシ、なんかご飯行こうとかめっちゃ言われてたけど、私その時は断食とかはすごい、もう間違ったダイエットをやってた時期で、めちゃくちゃ嫌われてるのかと思ってたから、ね、だからしょっちゅう断ってたですよ。だからもうそろそろ折れるんじゃないかと思ってた。そう、めっちゃ断ってたんですよ。すいません、その日は予定があってとか言ってめっちゃ断ってたけど、うん、3年経ったらこうなった。すごいよね、負けじと言ってて。私強っ。
私強すぎ。だから多分本当になんか何も考えてなかったんだろうね、その高校生だったし何も考えてなくて、ただ仲良くなりたいなみたいな感じで多分言っとったよね、きっと。そうです、です、です。かな、なんかあったかな、他。それきっかけだよね、そのなんか。そう。相談きっかけ？うん。です。とか、お互いのお仕事を大変な時とかにこう、うん、話したりとか。です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 、ます。あとご飯食べるのが好きです。うん、です。あとアウトドア派だから。家にじっとしてられない。休みの日もどっか行っちゃう人だからです、です、です。それくらい根性がないとパセリを落とせないのかって。だと私あんま人と関わってこなかったから、うん、これまでの人生で、うん、だからなかなか心を開かなかったと思うのですが、うん、ありがとうございます。いえ、こちらこそ、こちらこそありがとうだよ。え、何？終わる？もうバイバイ。今までありがとうみたいな。悲しい悲しい。アイスありがとう。そんな感じです。全然。喧嘩じゃないけどさはするよね、最近はないけど、なんか一時マジでさ、今年の冬から、うん、あ去年の冬、うん、去年の末、違う、今年の頭とか、うん、めちゃ揉めてた正月の公演。いや公演それは揉めてるんじゃなくって、久しぶりすぎてどう接してたか分からへんくなって、うん、やらとった。そうでも3月なんかの時さ、うん、なんか仲直りじゃないけどちゃんと話し合って、こういうのやめましょうみたいなったのに、ちゃんと、うん、お互いが思ってることをちゃんと言い合いましょうみたいなのをそう会議をしたんですよ、ね、したのにまたその後を揉めて、揉めてでまた会議をして、そう大体ソラハなんですけど、そうなんでそんなそっけなくするんですかとか言って、そう私はもう背中向けてる、うん、いつも返答が返ってこないです。そうパセがさんここで、そう私はここで壁向きに、壁向きにこうやって座って、私はここでそこで座ってこうやって聞いてますか、なんで何をやらないんですかとか言って、なんかずっと、うん、ね、うん、やばいよね、1,2 時間それで時間を過ごしたりする。パセがなんか言ってくれたことに対して、うん、なんか5分後ぐらいに、うん、あのなんていう返して、そうでも返してる空が言いたいことを言ってるだけやから、別にそう質問の返事じゃないことを言ってきて、会話が成り立たなくて、それでまたモヤモヤしてっていうので2時間ぐらい経ってっていう期間が今年の初めの頃は、うんうん、よくありましたね。数日に1回ありました。そう子供になるんですよ、すごくよくないんですよ本当に。でも最近は減った、うん、減ったないですね、ここ数ヶ月に、それはないけど、うん、わがままよねそれ。マジでわがまま。許してで毎回後から後悔するよそれは、うん、あわがまま言ってしまったなと思って、ええ、わがまま言ってごめんなさいって LINE が来る。そう本当に、会議しますよ。でもなんか最初は後輩だからって言って相談とか心の本当に思ってること言わなかったから、全部マイキューさんに言ってたから、何をもうだってずっと言ったじゃないですか、私もうマイちゃんにしか言わないで、うん、後輩ちゃんだからみたいな言ったから、うん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 、でもそうやってわがままも出せるくらい距離が縮まったと思った、嬉しい。わがまま出せんからね他のメンバーに、あ言うてわがまま出そうとならんけど。出すって何。なんかやっぱりしっかりしないといけないと思ってしまうね、うん、もうだからレッスンの時とか、うん、めっちゃキビキビした、めっちゃ引っ張っていく人なんですよ、ね、みんなを引っ張って
なんかもっとこうしましょうとか、うん、ここ違いますとか言って率先して、うん、先頭に立つタイプなんですけど家に帰ってくると全然違う、うん、赤ん坊もう二十歳でございますよ。でも今日は私の方が赤ん坊だったかもしれない。でもそれは仕方ない、ね、それは仕方ない。チワ喧嘩って言ってる。チワは、チワは、チワは、ワンワンワン、ワン、思春期のアドレナリン始まる。思春期の。頭がボケボケ、うん、ね、今日は太陽に浴びました、うん、太陽をたくさん浴びました。こんばんは。ツイッターはね、朝になったら使えなくなります。私朝になったら毎回、いや夜中から朝にかけて API 制限になる。私、私はならないんですよ。一昨日からなる。一昨日からまた復活したんよ。私 API 最近なってない。え、そうなってなくて、イエイエイと思ってめっちゃ見よったら、うん、なんかなってわーって思って。そう、私最近 Twitter がさ、その API とか始まってから見る頻度が減った。えらい、全然余裕で見ちゃうんだよね、うん、絶対更新されてないだろう頻度で見てるから。私確かにしょっちゅうしょっちゅう見ちゃうんだよね。でも今は大丈夫になってました、うん、返信するなら今、あのアットマークスラハンドアバイステイフォーテイトでメンションしてくださる。メンションしてくださると嬉しいです。API、なんかスラハンの書かれてんじゃないかな。そんな見てるのかな。こんばんは。今日のメールが届かなかったの結構しょぼん。どんなこと送った？え？どうして今日そんな寂しくなったかの理由を書いて送った。書いて送ったんだよね。生に届かなかったよね。更新してる。じゃあ分かった。でも明日からはね、見る頻度減ります。そうです、もうやばいです。パンクしちゃう、頭がパーン。お腹すいた。あれやん、まだ、うん、刺身がある。さはサラダがある。半額は半額、うん、お昼食べて、うん、その後に夕方にクロフル食べて、夜ご飯がね食べれてないから、そうそう、さっきお腹がすいてちょっと食べたけどしまって、お昼寿司美味しかった。アイシュパちゃんの影響で、うん、ジャイアントコーンの青食べるようになったよねさ、うん、でも黄色も美味しいことに気づいたよ。パリパリしててでしょう、うん、美味しかった。アイシュでしょう。こんばんは。こんばんは。赤はね、うん、アーモンドか、うん、アーモンド赤は1回ぐらいしか食べたことないわ。うん、食べてましたよ、ね、1回朝の代わりに食べたよみたいな時。あれ黄色か、あ、あれ黄色。赤はね、私があげたっけ。いや、自分で買ったんじゃないけど、
でも最近な気がする、今月とかの気がする。え、今月よ、今月、今月、うん、それまでジャイアントコーン食べたこと、あ、なんかパセがいない時だ、いない時に、うん、パセがなんかで連勤おら、連勤、連日おらんかったんや、うんうん、連勤って何仕事やん、うん、あの連日おらんくって、そう、お泊まりができんくって、うん、え、だから送ってくれ、パセを感じたよみたいな、あ、いや、配信中に、あ、そうそう、え、でもあれ黄色か、黄色、あれ黄色か、うん、パセを感じたよつけてて送ってきた、それ黄色じゃない、え、でもあの時多分ね、黄色と赤、え、赤も買った気がするよ、パチ好きやんだって、うん、え、どの辺、ないじゃん、この辺じゃない、あ、違うか、あれ、んもっと前、先月よ、え、でも、あれ、あ、今月だ、え、やば、うちら写真送りすぎやろ、あ、終わった、あ、あ、黄色だわ、黄色だわ、違う、ね、え、でも赤も食べたよ、そら、うん、うん、食べたもん、アーモンド食べた記憶がある、ありがとう、食べて、アイスありがとう、え、アイス嬉しい、アイス、青はね、生チョコが入っとるってね、うん、美味しいで、上が美味しい、そら上好き、あ、食べたことないよね、上食べる、今度ちょっと、うん、食べてみるかな、美味しい、私は今日もね、もちろんアイス食べましたよね、今日やばかった朝歩いてたら、うん、ね、うん、汗だくになって、そう、でまずソフトクリームを食べました、うん、で夕方にカフェ行ってクロッフルにアイスが2個乗ってるやつを食べて、でバニララテを頼んだらそのバニララテはバニラがね、バニラのラテかと思ったらバニラアイスが浮かんでるラテで待ってクロッフルにも2個乗ってんのにラテにも乗ってるじゃんってなって、3つね、そう、3つも乗ってたからカフェで3つもアイスを摂取してしまいました、おもろすぎ、ね、普通バニララテってさ、うん、バニシロップだもんね、バニラのシロップ、うん、え、違うよ、バニララテじゃないよ、バニラフレーズ、フローズンみたいなんだよ、パちゃん、ソラがバニララテだもん、え、私は何、バニラフローズンみたいなやつ、嘘だ、ほんまほんま、ガチガチガチ、メニュー名見て、ちょっとすごいでしょ、いや、伊達にアイス好きを公言してませんよ、私はねえ、うん、マジで、もう日頃から食べてるからね、え、これじゃない、あ、アーモンドクリームラテじゃん、あれクリームじゃん、あれでもバニラって書いてあったよね、うん、バニラアーモンドクリームラテみたいなやつだった、メニュー変わった、これ1年前とか、この Google のないわ、もうこれ以上メニュー取り忘れちゃった、うん、バニラ夜食のアイス、今日はもうアイスはちょっともう我慢するの、我慢しようかな、だってツアーまで1週間よ、うん、やばいよ、私絶対太った、いやパちゃんには食べさせるので安心してくださいパちゃん今日写真撮ってたんですけど顔がもうこけすぎてて、もう悲しかったやめて、自分よ、私の写真撮る癖は首が長いから前に出がちえ、本当にね、めっちゃ前出てるの、首長いのはいいことよ、高いとこのなんか出とるかな、やつも食べれるよ、キリンだってそうじゃん、高いものを食べれるよね、なんか前に出てるんですよ、首が、あの、顎引けてない、なんか首が前に出てるんですよ、顔が前に出てるんですよ、ちょっと、うん、こうなってしまう、だからすごい、でも私も出ちゃう、あれをスマホ見すぎてこういうなんかあるじゃないか、ストレートネックみたいな、あ、そうな、ありますよね、ストレートネックだからパちゃんと写真撮るときとも、こんな引いて全部前だ、私引くと危ないからさ、ここは引く、ここがピョンってなっちゃう、うん、え、回ってないお寿司って思うでしょ、うん、違うんですよね、これはすごいですよ、安いですよ、お安すです、びっくり、びっくりよ、私たちがそんなお得にいいよ、ね、お寿司を買うわけがないじゃない、ケチケチな私たちが半額の刺身を買っている私たちがそんな、うん、そんな
高級寿司に行けるわけないじゃないですか。あった。家にあった、家にあったらバイバイ。家の近くにあったら毎日行っちゃう。毎日行ったら高いか。うん、席が回ってるお席が。ねえ、おもろい。一回ってここにさ来るときに食べるとき。やだ。大変。空手市場じゃないよ。空手市場ではないんですよ。うん、だから酔い止めか。伏線回収ではないね。おもろい。アイスの次に何が好きなの？何が好き？高野豆腐。好きよね。うん、好きやけど。うの花。うん、好きやけど。なんだろう、野菜スティック、うん、よく食べてる。刺身じゃない？刺身、うん、パイナップル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 。あとオートミール。オートミール。そうは、カステラ。今日も買ったよ、カステラ。あ、大好き、大大大好き。長崎に行ってカステラ工場行きましょうね。え、ほんまに行こう。カステラ、なんだっけ、カステラセンターだっけ、なんかあるよね。フレンチトーストとかもあるらしい。カステラの雲仙にカステラのそういう施設があったんですよ。私1日1回カステラ食べないと無理ね。カステラいいって書いてあったよね、ツイッターで、うん、ダイエットにいいらしい。あの、運動する前に食べるのがいいらしいですよ。あ、エビとイカの明太サラダ。あ、好きじゃん、うん、大好き、超好き、うん、でもあれなくなってほしくないな。なくなってほしくない、ね、行きたいな。髪もボサボサです。今日は朝から、朝からだからもう湿気とか海の風とかでやられちゃった。やられてしもた、ね、そう、私ザラメがあるの好きです。私も大好き、ザラメ大好き。それあれだわ、クラコンのね。え、見たことある、リコチのやつ。臭いもの、だー、あー、アイコチだー、アイコ、アイコ、一緒に見たくない。見たか、見た。臭いもの、臭いもの大好きのアイコジ、大好き。もうなんか、あ、大好きで超好きだった。うん、そう、カステラは、カステラ、私がね支えるカステラを。いや、マジでこれはめっちゃ支えてる自信がある。うん、1日1回は絶対食べる、うん、あ、でも物によるけど、確かに違うの食べたり、メーカーとか、うん、そう、お店とか違う。そうそう、スーパーにはね、このカステラがあるんだけど、コンビニにはないからね。ねえ。いや、こっちのセリフ。ザラメ大好き。ザラメとあと、うん、あのしっとりしてたら嬉しいかも。はい。以後参考にします。いやいや、もういっぱいいっぱい参考 してくれてるから、参考してくれてるから、参考にしていっぱい買ってくれる。ハモ、うん、ってません。さっきのすごかった。ね。ね、お疲れ。あ、疲れたね。仕事疲れたわみたいなやつ。ね、あの犬の気持ちね。そう、犬の気持ち。自分たちじゃないですよ。うん、犬の気持ち。ハモっちゃう、恥ずかしい。仲がいいのはいいことよ。しやな、やな、しやな、しやな。これで使えなくなったらどうするんや。ごめんなさい、私の皮脂で。使えなくなった、やだやだ、すいませんね。待ち受け変えましたよ、私。口角徐々に上がっていくのやめてもらっていいですか。待ち受け変えました。1年半ぶりぐらいに変えた待ち受け。でもあれやん、ホーム画面。ホーム画面は、それはあれなんよ、お揃いにしよう
あ、なんか空がね、するねって言ったら、うん、え、しますって言ってくれて、うん、してくれたんや、うん、だから最悪です、本当に。そう、本当いろんな、本当最悪、いろんな女と、いろんな女と、本当に言い方な、うん、でも私の待ち受けはね、違う、いや、もともと空のにしててくれとったやん、うん、でもね、いつの間にか変えられてました。そうです、 HKT さんの、そう、もがみさん、もがみさん、めちゃくちゃ美人な方です。そう、今日行ったカフェもね、そう、もがみさんが行ってたの、過去に行ってたんですよ、びっくり。今日も夫婦コントが絶好調だね。だってコントじゃありません、夫婦でもありません。そうです、先輩後輩、え、急に壁でもさ、うん、そのでも結構先だと思うけどさ、卒業した後でもさ、うん、会いそうだよね、私ですか、うん、長崎と兵庫に帰ってもさ、真ん中の広島で会いそうじゃない、真ん中なんですか、え、真ん中じゃない真ん中、どちらかというと兵庫寄りじゃない、あ、嘘、じゃあ山口山口で会いそう、うん、それかお互いのとこ行きそう、確かに、なんなら兵庫に飛行機で行った方が近いとすぐ着くと、あ、うち長崎行きたい、でも、うん、飛行機で、なんかカステラ食べに行く、あ、なんか月に1回行くかもしれない、好きなそりゃ行きすぎだ、全然行きそうって思う、長崎いいよ、ぜひ来てください、1回しか行ったことないよね、人生で、うん、ハウステンボスと、うん、しか行ったことないから、そうなんよ、兵庫近いよね、新幹線でピョッて行ける、どこから同棲ちゃうんやって、同棲しちゃうか絶対にさ、喧嘩するから生活リズムの違いすぎてね、うん、やばいですからね、私は全然違いますから、うん、本当に夜行性じゃないですか、うん、私はもうちゃんと寝ないとダメだよね、うん、マジショートスリーパー、うん、体調悪くなるから、うん、寝たいから絶対気が合わないと思う、絶対に合わない同棲とかそんなん、うん、もうやってられんね喧嘩やな喧嘩やで、しかもずっと掃除機かけてコロコロとかしてるから多分もう慣れたやろ、うん、それはもう大変だと思うよ、慣れたやろ、まあ同棲するなら3部屋あった方がええでやって、秒で分かれてすぐお知らせ動画出そう、ねえ、なんで動画出した、ご報告、 YouTuber やん、 YouTuber やん、この度私たちはみたいなやつね、うん、でも合いそうな気もするけどね、その本当に部屋を分からせたしたらさ、ソラハは掃除好きだしさ、うん、部屋は別にしたらいい、どうしてみんなそんなに一緒に住むことを進めてくるのでしょうかどうして、なんで、アイスありがとう、アイチュアイスおもろい、うん、家賃家賃問題、あ、家賃大変そう、食費電気代、あ、確かにね、分けるってなったらね、うん、一部屋そら、一部屋パ、一部屋配信ルームいいね、一部屋そら、一部屋パ、でも二部屋あった方がいい、二部屋でいいよね、何の話何進めてんですか違うよ、進めてるわけじゃなくてよ、進めてるわけじゃなくて一部屋は何なんだろう、ベッドの部屋ベッドの部屋なのかな、何の部屋なんだろう、配信の部屋なのかな、やっぱり、あー、一緒に、あ、寝起きドッキリね、
私やめた方がいい。絶対にやめた方がいい。もうみんな引くよ、うん、目も口も開いてるから、うん、目マジで開いてます。なんかレッスン場とかでたまに休憩時間にあの仮眠取ってるんですけど、もうガチ寝で、うん、もうみんなに取られてますから。目開いててみんな、え、起きてる？ソラハさんとか通る人がみんな言うの、え、起きてますか？起きてないんですよ、ガチで寝てるんです、目開いてるんですよ。寝起きドッキリとか本当にしない方がいいやつ。別に NG ないから別にいいけど、あの本当にみんなに惹かれちゃうからどうしようって感じです。おもろいんだけど、目やばいね。さあの寝起きどんなん？え、もうそんないや今日の車で寝てた。今日は眠そうだった、うん、写真ね、めっちゃ眠そうだったもんね、目寝起きでカフェに行ったらずっと眠そうだった何も目がトロンってしてた。うーん今日はシートベルトに顔をもう このつけてるシートベルトのここに顔をもう、うん、入れてガッて入れて、鼻ぺちゃんこになってた、うん、目も鼻も口も開いてました鼻は開いてるだろ、どうやって縛るんよ逆にやってよ。あ、そうや、明日お仕事だ、みんな。そっか、もう寝る方もいるよ、おやすみなさいです、寝る方、うん、いい夢見れますように。みんなあと1時間だよ、生誕祭の締め切り、よろしくお願いします。道楽ドキドキ、うん、おやすみなさいな。そう、今週末はもうツアーです。そうなんですよ、やばいやばいやばい、やば、早いね、うん、なんかツアーのレッスン早く始まったなと思ったけど、うんうん、あっという間に1週間前、うんうん、なんかあんま実感湧いてないかな、うん、わかる、うん、でもリハーサルとかね、もう投資投資投資ってなったらなるんだろうね、うん、なる、うん、楽しみですね。こんばんは。そう、最善管理もお願いします。神戸ね、なんか1日目の昼はもう立ち見しかないみたいなのが言ってた気がする。え、言ってたっけな。え、なんかどっかがもう立ち見しかないみたいな言ってた。誰が？マネージャーさんに聞いたんよ、うん、その友達をさ招待できたらなと思って言ったけど、まあ、友達がバイトめっちゃ入っとったから無理やったけど、うん、なんかもう席がないですみたいな、もう全部完売してるらしい。すごい、だから落選祭りらしいけど、うん、そう、結局私の友達もバイトだったから行けなかった夏休みだからね、みんなバイト入れてて。そっか、大学生の世代か、うん、そう、みんなだから当選された方はすごい強運の持ち主。そうだ、だから座席とかのさ、うん、あ、後ろとか落ち込むかもだけど、いや、もうすごいことだからね、当たってるの。確かに。そう、しかも29日の昼は本当にもう初日の初日だから。そうだよね、初日ってだからどんなセットリストかも皆さんしか分かんないから。確かに衣装、うん、セットリスト、うん、構成とかね、うん、ドキドキや、ドキドキ、配信あるといいな。え、ね、ね、当たらなかった方見れるといいな。え、私配信あると勝手に願ってるよ。私も願ってるけど研究生あったからあるかなと思ってるけど、うん、DMM さんだよね、研究生ちゃん、うん、でもなんかいつもさ、ニコ生さんじゃないわ、 STU チャンネルじゃなくて、2期の時は、2期は DMM で先輩は違った。 STU チャンネルだったっけな、うん、どうなんだろう今回は。でも、ね、あるのが当たり前じゃないからね、うん、どうかな、うん、ドキドキ、分からないね。そう、4公演楽しみ、楽しみですね。神戸空港を利用する方さ、パセリの代わりに神戸空港のブロッコリーオブジェを見てさ、ツイートして
ずっと言ってるよね、行きたいって、うん、ずっと言ってる。ブロッコリーオブジェ、ブロッコリー、ブロッコリー、配信あるといいな。ちょっとちょっと、神戸のおすすめ、中華街の小籠包をこの前食べたので聖地巡礼はできると思います。確かに。何ハリネズミ、ハリネズミ、でもどこの店にもありました。うん、ハリネズミどこにもあった。ハリネズミの何ですか、カスタード、うん、まんじゅう、かす、ね、ハリネズミのパン、うん、ちょっとパンっぽい、中にカスタードクリームちょっとパンで、トゲトゲ、下がごま団子やった。えかちのトゲトゲやったから、トゲトゲをむしりパンってえそうじゃないと、こう一口で食べようとしたらほんまに刺さる、うん、ちょっとこうトゲトゲは1本ずつ食べた方がおすすめ。あとはね、私はオーディションが神戸だったんですけど、神戸会場で夜行バスまでの時間5時間6時間ぐらい、あの大きい歩道橋みたいなのがあるんよ、三宮駅のとこに。そこのとこで5、6時間ずっとボケって道路を眺めてた。だから聖地巡礼したい人はぜひ夜行バスまでの時間をそこで過ごしてみてはいかがでしょうか。もったいない、家来てくれたら、だってその時まだオーディション、そうか、二次審査だから、そっか、そう、家来てくれたらとか逆に怖いな、逆に怖くなる。なんで知ってるの。怖い怖い、うん、ね、おすすめのお土産ありますか。ひめぽん、姫路やな、でもそれは、うん、まあでもすじこん、あ、すじこんは、すじこんは神戸やと思う。でもあんまり私神戸人間じゃないよな、うん、都会っ子じゃないから私、うん、分からへんのよな、なんだろうね、勉強中です、私も。なんかね、でも神戸プリンとかはな、あ、有名だ、有名やけど、あ、でもいろんな味あります、神戸プリン。なんか壺に入ったやつ、うん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 、もう差し入れでもらったことある。あ、ローショーキ、うんうんうん、ローショーキ冷凍とかでもあるしね、うん、冷凍とか。ローショーキこの前中華街めっちゃ行列できとったね。チーズケーキ美味しかったよ。神戸牛、あ、神戸牛、神戸牛、うん、神戸牛、兵庫県載せてますのでツイッター見てね、見てね。春夏秋冬っていうパン屋さん美味しいよ。春夏秋冬朝昼晩花咲き、食パンが美味しかった。だからパパが神戸でお仕事ある日はね、買って帰ってきてくれてた食パン。めっちゃ美味しいの、カレー美味しかったな。あ、炭酸せんべい、あ、ゴーフル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 食べたことある。めっちゃ美味しい。中に薄くクリームが入ってて美味しい。今チーカワと、あ、あるある、今チーカワとコラボしてこの前、あら、アーナにお土産渡しました。あらあら、チーカワ。10番おすすめ、10番はもうパパがの代から言ってます。ラーメン、あ、そうです、ラーメン、中華そば、もっこす、もっこす、もっこすはもう神戸にしかないです。でも熊本の味らしい、うんうん、もっこす、なんだろうな、私あんまり神戸に遊びに行ったことがないよな、都会のイメージがあるから。この前行ったけどね、2人で寮で帰ったもん、うん、30分ぐらいしかいなかった、新幹線大阪行っちゃったわ。なんだろうなと、神戸ってなんだろう、うん、なんですか。検索をする。事前にね、うん、いちごトリュフ有名。あ、でもいちごのチョコついてる、トリュフ、うん、チョコ、いちごのなんかお菓子ある、よく汁とかでもらえちゃう、うんうんうん、ほうほう、いちごお土産にある、確かによくいただくかも。あ、なんだろうな、なんですかね。でもロ
幼少期美味しい。うん、このぬめ昼と夜の間とか。あ、でも足がしびれてきちゃった。にゃん、ダメだ、足しびれマン。神戸楽しみだな。髪どうしよう。ツインテール、なんか言ってたよね私。あ、ここにお団子つくよっかなって、まとめ髪、暑いから絶対って考えてたけど、どうしようかな。あ、そう、おしゃれなカフェがいっぱいありますよ神戸。あ、アイス屋さんいっぱいあったね、この前、神戸歩いたら。あのね、え、三宮駅か、うん、三宮駅周辺にあのやって、夜からやってるアイス屋さんみたいなのが結構多かった。かき氷とか、なんか暑いのでいいと思います。ポニーテール、私普段あませんな、公園とかでは。確かに、なんかプライベートではね、簡単だからするんだけど、あんまりポニーテールさん。生誕の髪型も楽しみだね。決まったよ、聞いたよ。ワンワンワン、ケータリング聞いてないよーなんて聞いてないよ。うわー、ステーキ。あ、確かに生誕でさ、どの髪型がいいか。パジャン、うん、でも私ベレー帽あるんだよね、ユニット。あ、そっかそっか、うん、でもサイドポニーとかポニーでもベレー帽に入れ込むことは可能です。じゃあ三つ編み8個ぐらいリコチ三つ編み8個ぐらい。違う、44じゃない、88だから。88 16分割って。そう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 、88でお願いします。16分割16分割とかプリクラでしか聞いてない。なんだろうな、うん、うーん、でもこの前のさ、マイケルさんの時にしたやつ好き、カニさん、マイコさん。あー、可愛かったよね、この前ツイートしてたやつね、うん、一昨日ぐらい。なんだろうな、確かに10、10で20、そら20歳だからさ、10個10個20歳じゃあ2と0みたいな。あー、めっちゃ大変やん、メイクさんが大丈夫。え、20歳ですか逆に私は20歳が20ですかってなる。なんだろうな、なんですか。待って、わかんないな。うーん、でも、うん、縦にした方がいいじゃん。縦、あ、顔の作り的にね。スラハは縦長だから横にやった方がいいから。でも私横につけた方が盛れるくない、どうですか。このどう、団子とかしてる時、羊とか、あ、サイドプニーとか。確かに横私ね、立ってないから、うん、どっちがいい、なんだろう、何がいいんだろうな、何がいいだろう、皆さんが好きな髪型で。みんなはパズル何みたいだろう、なんだろうか。明日までにこの目のさ、腫れが治るといいな。確かに、やだ、腫れてる。ソラハの生誕さんの目標は1曲目から泣かない、鍵穴から泣かない。いや、鍵穴は泣いたことないよ私まだ。うん、泣いたことない多分。うわ、鍵穴では泣いたことない、さすがに。1曲目とか の、 あの演出見たら無理になるよね、うち。あ、コールとか。てかこの前のまいちゃんの暗闇の、うん、わーい、キュー、うんうん、もうあれだっつって大号泣してましたもん、自分じゃないのに。なんかまいちゃんのファンの方からのまいちゃんへの愛がもう伝わりすぎて、もう勝手にうるうるして泣いてたもん。私はいつも船折りで泣きそうになる。あー、船折りね。うわー、緊張しちゃう。そら、はけとるかもしれんわ。なんでセンターやソーラーハーとか言ってんの、本人おらんの。ソーラーハー、みんなこうやって見てる、誰か見てる、空間見てる無理と思ってはけるかもしれん。いてください、ちゃんと、うん、
ドゥ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 パーセどうしようかな、髪の毛、髪の毛長さこんぐらい、うん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 、下ろしたい、くくりたい、くくりたい、どうしてかっていうと昨日のツイッターを見てください。あ、そうやね、はい、あ、そうやね、はい、ツインテールではないんだよね。うん、そうなの。三つ編みでもないよね。三つ編みやってないよね、あんまり。うん、あの1個の三つ編みは見たことあるけど、2個の三つ編みなくない？ある、あるんだ、うん、一緒に出てた日にある。あ、そうだねそうだねそうだわ、うん、なんなら去年の生誕祭、自分の生誕祭3つは、あ、そうだったね、写真あるわ、うん、覚えてるわ、うんうん、あんまイメージがないよ、だからサイドポニーのイメージ強すぎて。確かに確かに、待って、お団子、いや思ったんですよ、お団子どこで、ここでね、ベレー帽のハゲみたいになる髪なくなったみたいになる、大変大変、そりゃ大変、2個か、ここ ここに、うん、2個か、うん、分かった、いいよ、いいの、うん、ここに2個ね、じゃあ、はい、ここに2個なんかついてます、きっとなんかついてます。もうソラハはシンプルです。ね、1年目1回目ゴーリバの時にポニーテール、低めのポニーテールに、2回目がマイカーでまとめ髪、3回目が僕恋公演で三つ編みの巻き髪で、去年が三つ編みのストレートやったんかな、うん、もう今年は何しようかな、うん、もう決まってるんですけど、あのもういや分かんないけど花冠かなっていう想像してるから、その時に迷惑にならない髪型にしようと思って、うん、本当に大事です。私は去年三つ編みをしてファンのみんなにどうして花冠があるのに三つ編みをするんだってめっちゃ言われたからねえ大事、なんで、いやいや、それは一番自分が可愛く盛れるやつにしたいからだよ、うん、違うよ、前日のねショールームで髪型何がいいと思いますかって言ったら、うんうんうん、なんかハーフアップとかがいいと思うよみたいな言ってくれとったんや、ちゃんと、うん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 、しかも低姿勢で、うんうん、似合うんじゃないみたいな、うんうん、はい、私が古無視して、ね、全然そういうの気づかずに三つ編みをしてしまった結果、うん、ちょっと後悔をしたので。あ、なるほどね、うん、そう、自分が漏れる、でも漏れてた、過去にやったことある髪型なんですけど、写真見たら漏れてたのでそれやろうと思います、うん、楽しみにしてください。はい、はい、はい、今年の生誕祭はどんなことが起きるのでしょうか。去年はごほごほまんごめんなさい、あ、もうそれは関係ない、それはもう時期が仕方がない。で、去年は今年も一緒ね去年は、あ、今年は何もなかった、もう1回目かな、1回目がお兄ちゃんの事件があっただけで、別にそれ以降何も事件はない、事件はない、ちょっと待ったの、練習しとく、私、うん大丈夫、ちょっと待った、大丈夫だ、ワンちゃんどうしよう、誰も言ってくれなくてさ、自分でちょっと待った噛みくるんじゃない、自分に、あ、自分に担当しなのって、ね、やだ、ちょっと待った、全部全部 MC、 あの進行お願いします、花束、シナノ、シナノ、花冠もシナノ、え、やだ、泣いちゃう、私の生誕、さすがにファンの方いじってきてる、それは全部しながら、おもろいんだけど、それからみんなマジで言わ言わんと、せーのって言ってありがとうとか靴で言ったらもうあせ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 、楽しみだな、席からはちょっと待った、え、そう、でも言ってくださってたよ、ちょっと待った、プロポーズでしょ、そう、ね、そう、プロポーズいっぱいしてくれるらしいちょっと待ったちょっと待ったちょっと待った連れ出されちゃうじゃんだからでもちゃんとあのその捕まらないようにしてくださいって言ったよ、追い出されないようにしてくださいって、追い出されないぐらいの
やつだったら大丈夫だよって。だからいいんだ、うん、いいよ。だから声出すぐらいじゃない。あのそらはーとか声出しなきゃ。ちょっと待ったはもうちょっとダメよ。ちょっと待った本当におるんかな。実際の結婚式でちょっと待った。おらんのやろ。この前それ話しとったけど。おらんか。うん、おらんよ。おらんね。帰ろう。バーン、ドア開いて、バーン。ちょっと待ったちょっと待ったなんとかさみたいな。だからそれは好きやったらやん。あ、確かに。もう絶対めっちゃさ一方的にそのちょっと待ったの人が好きやったらさ、もうどうしたらいいんだね。ただの台無しやん。確かに。ちょっとなんか漫画とかであるさ、本人が望まない親が決めた結婚とか。うーん、だったらね、あるよね。入ったら別のカップルだった、おもろすぎる。やばいやばいやばい。あ、あ、そっとしてる。せな、めっちゃやばいやな。ちょっと待って。あ、可愛いな、逆に。エパセさ、どっち、うん、ちょっと待った、トンネルズさん、ノイナイさん。え、見てない？何も見てない。あ、見てないんだ。うん、そうそう、これその話で言ってたね、盛り上がった。私はナイナイさんだ。私はもうアニメとか漫画とかでしか。あー、ちょっと待った、カラオケやかよ。おもろい。あ、うん、面白い。本当だ。早い。早い。こんばんは。こんばんは。マジで良いこれ。うん、好きよ。ボボン。ボン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 。モノクロだから良い。メイクが崩れていてもわからない。みんなはもうおねんねの時間かな。みんないい子だから。みんなお仕事頑張ってるから。うん、また1週間頑張ろうね。そうだよ、週末楽しみなことがあると1週間頑張れちゃうからさ。頑張っちゃうぞ。アイスありがとう。アイチュ、読めなくてごめんね。アイチュごめんね。いっぱい食べる君が好き。頑張って。夜勤の方頑張ってください。頑張って。仕事中えらい、うん、でも見てるんだよ。見てるやん。配信見てくれてる、ね、神戸です。神戸ちゃん一緒に出られるね。ね、出れる、嬉しい。やった。あそことか、ソラパセ推しポイント、ソラパセ推しの皆さん。1個しかなくない？え、そんなことないよ。え、1個しかなくない？1個しかないんですか？え、1個しかなくない？私の見どころって1個しかないんですか？え、じゃない。え、1個しかなくない？私今3個思いついてるけど。え、待って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 、どこ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 。え、それは違うよ。それ違う、うん、それ違う。2人じゃない。これは何人かいるやん。ああ、でもそれも違うじゃん。違う、反対側じゃんそれ。はい。1個しかないですよ。ソラパセポイント1個しかない。あら、悲しいこと。悲しい。あ、これですか。え、違うよ。え、何それ。全部違ったので、全部それは神明っていうか、なんか離れとるやん。離れてる、若干離れてる。
じゃあ答え合わせはツアー初日の後。うん、そうですね。もう確実に2人が揃うとこってそこしかない。確実に。ええ横並びになるみたいな。そうか、マイカーならたくさんある。確かにね、マイ、うん、でもマイカーはあんまないよね。一杯の水ぐらいじゃない。うん、あとこれスタートの時点で一杯の水はあそこしか本当に加速止ませば正面からのお互い逆だからね一瞬だけそこしかない。ポジション変わってから減っちゃった。うん、減っちゃった。ココアさんと多いです。うん、ココアさんと多い。ココアさんと、私もココアさんと多い。さあチコちゃんと多いんだよね。私もチコある。私ほとんどチコ。チコちゃんとコウの相性いいんですよ。ソルハさん以外のメンバーとめっちゃ絡みあるのにポジションがあんまなくなっちゃった。なんかねここ気になるね。ほらご飯食べて。食べてるじゃん。食べてないやん。じゃあオートミールダメ。最近食べてないじゃん。全然。じゃあヨーグルトダメ。はい、本当にご飯食べてほしい。やだぞ。はい、ソラハはアホみたいに食べてるから。塩分塩分塩分揚げとり唐揚げも本当に食べてる。アイスアイスアイス脂質のバトルしてるね。うん、脂質のバトル。うちら前髪上げてもいいけどね。確かに生誕祭20歳になるから。いやダメだダメだ。何時までする？分からん。何？何の時間？うん、お腹すいちゃった。ねえお腹すいた。でもサラダがある。うん、見せびらかす。うん、うん、大丈夫。恥ずかしい半額って書いてる。言っちゃったけど言っちゃったけど言っちゃったけど私も刺身半額って書いてある。うちら半額のものしか買ってない。うん、うの花半額29昼夜待っ、お待ってます。楽しみましょう。昼夜牛丼食べたい。うわチーズ牛丼食べたい。牛丼、え、毎日毎日食べてた。うん、ラーメンはマジで初日は終わったら食べます。初日っていうか神戸が終わったら食べます。あそこに行きたいだ。楽次郎、うん、正解。ピンポーン、ピンポーン。私はこうちゃんにも行ってみたいんですよね。がっつりこうちゃん。でも多分ね最近の胃袋じゃ難しい。絶対入らない。私も厳しいかもしれない。結構満腹。でもツアー終わったら生誕があるから生誕そうじゃんそうじゃん。生誕終わったらだわ自分の誕生日、うん、そうじゃん。そうよ、生誕が8月9日って発表されて、あやばい食べれんやんって思ったんよ、うん、そうだそうだ。生誕終わったらお腹いっぱい食べましょう。いや生誕終わったらサマステがあるよ。でサマステが終わったらサマステが終わったら東京があるよ。東京終わったら東京が終わったら大阪があるよ。無理だ。食べます。でも食べないとやっていけないので。そうだそうだ。いっぱい食べてブックブックブック。本当に箸もう細い。怖い。いいえ、やばい私のタブレットの充電がない。やばい終わる。これ途中切れるやつだ。やばいね。もうあとね、うん、3% 切ったらあの勝手に止まって、うんうん、残量なんか 20% ですみたいなの勝手に出ちゃえ、うん、配信止まっちゃうやつだ。やべえ、やべえ、やべえ。あと 3% 終わる、うん、終わるか終わるか。そうしましょう。充電の線が遠くてすいません。うん、大丈夫。パちゃんの皮脂付きやつや。ごめんね。配信もっとしたかったんですけど、はい、ち
あと 23%。 はい、いいよ、大丈夫、読んで。ありがとうございます。今日ギフト読めなくて申し訳ないです。皆さんありがとうございます。ごめんね。いきます。13位おみかんさん、12位ジャクソンさん、11位スプマンテさん、10位ヒゲメガネさん、9位アッチャさん、8位ジュノラゴさん、7位シュンさん、6位ユウタくん、5位ヤスベイさん、4位ヨシヒロさん、3位ワウワウさん、2位ウラベさん、1位イロアイさん、ありがとうございます。では男女読みます。13位モビさん、12位リオさん、11位カタカラさん、10位ナズズンさん、9位ミロさん、8位カズさん、7位スーさん、6位帝国さん、5位トシキさん、4位ヨシヒロさん、3位イキアスさん、2位ヤスベイさん、そして1位は天然ウナギさん。ありがとうございます。ギフトコメントもありがとうございます。コメントねできてないけど見てたよって方とか聞いたよって方もありがとうございます。ありがとうございます。本当ありがとうございます。本当申し訳ない、ね、スペシャルギフトいっぱい、アイスとかね、ありがとう。結婚してもありがとう。結婚してはお断りです。あ、まとめてお断りしとかと、ね、あ、ありがとう、ね、期待してたんじゃない。今日断られなかったしって、断り最後の最後に最後の最後に断り、ありがとうございました。今ならツイッター の, あの API 制限になってないので、あのハッシュタグサラ通信だけで見れますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。みんなもいっぱい寝て明日からの1週間頑張っていきましょう。いきましょう。今日届かなかったメール明日送り直すので待っててください。せいチーズ。あ、前髪大変よ。うんうん。こちらにもお願いします。うんうん。うんうん。ありがとうございました。では配信終わっちゃうの。終わっちゃいます。あと21%しかない。やばい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 。取れる、途切れる前に、ありがとう、おやすみなさい。ありがとうございました。皆さん、ね、夢で会いましょう。会います。間違いに、いい夢見てねって言おうとしたら夢で会う約束しちゃった大変じゃん。夢で会いましょう。なきゃ出演料後から請求します。ありがとうございました。バイバーイ。最悪